皆さんこんにちは、アトミックだよ。今回のビデオなんだけども、本当に今回のやつはちょっと危険なので絶対に真似しないでください。塩酸、この前ちょっとポチった塩酸で、結構濃度が高い塩酸なのね。だから使う時は完全防具でいきます。で、今回この塩酸で何をするのかというと、これ覚えてる？スズメバチの怒りか。おー、スズメバチ、おー、スズメバチ。まあ、このね、蜂蜜の説明はこの動画を見ていただけたらもうね、わかると思うので、まずね、この蜂蜜をちょっとね、お湯で湯がいて蜂蜜を落としたい。まずこれお湯でね、蜂蜜をスルスルスルと溶かしてあげる。スズメバチがね、綺麗になったので、これからね、塩酸の方を入れていきます。ゴーグルなんだけども、ゴーグルがないんで、サバゲーの時のゴーグルで代用します。装備は完了。ちゃんとその塩酸に入れる用のビーカーに入れていきたいと思います。じゃあビーカーに入れます。はい、これが塩酸。怖っ。今回はこの塩酸の中にオオスズメバチを入れて何秒で溶き切るか検証していきたいと思います。いきます。3、2、1。わあ、使った。意外とそんな秒で溶けない。スズメバチってそんな溶けないんだ。塩酸で、塩酸で溶けるものだと思った。どう？なんか変化した？見たらわかると思うんだけど、なんかお尻の方からなんか白いなんかを出してるのと、なんか色が綺麗になったなぐらいな感じかな。スズメバチはちょっといい感じにこう溶けるかなと思ったんだけども、ちょっとね、さすがスズメバチだな。意外と毒針以外のところが変化がないっていうのがちょっとね、驚きだよね。俺の動画でこんなに重装備をしたのに、なんかすごい何とも言えないビデオになっちゃったな。結論、スズメバチは強い。なんかね、ここら辺にちょっとひびが入ってるのと、まあそんぐらいかな、変化としては。